音の風景。鹿児島県奄美大島、龍郷町にある奄美自然観察の森には、他では見ることのできない珍しい鳥がたくさん生息しています。シイの木の巣からひょっこり顔を出したのはオーストンオオワカゲラ。奄美大島だけに生息する大型のキツツキです。春は繁殖期、夫婦交代で子育てをします。何やら不思議な鳴き声が聞こえてきました。オリーブ色の羽を持つズアカアオバトです。ギャーギャーと鳴くのは、世界で奄美大島にしかいないルリカケス。騒がしい声とは裏腹に、頭部と翼が瑠璃色の羽で覆われた美しい鳥です。この森では多くのルリカケスが子育てをしています。遊歩道のすぐそばに巣がありました。優しくヒナに呼びかける親鳥、ヒナたちがそれに応えます。4羽のヒナたちは食欲旺盛。親鳥はミミズや幼虫を次々と運んできます。親鳥は卵からかえったヒナをおよそ25日間愛情たっぷりに育てます。繁殖期のルリカケスは子供を守るため威嚇を繰り返します。奄美の森には子育てに勤しむ鳥たちの姿がありました。